皆さんこんばんは。メゾンド魔王の続きやっていきたいと思います。前回ですね、ボロボロにやられて結局ロードしたんですけれども、いやー、それにしても強い。これはあれですね、ここら辺こういう感じで準備しておかないともう無理っぽい感じですね。で、ここも子供しかいないし、もうちょっと待ちましょうか。うん、そうですね。もうちょっと待ちましょう。ちょっとね、ここら辺をもうちょっと強くしないと厳しいな。さすがに勇者、強すぎました。とりあえず子供が成人するの待って、あれだったな、近距離が多すぎたな。挟み撃ち作戦で行くか。冒険者接近中。ここら辺は問題ないんですよね。はいはいはい。そこら辺はいいんです。ただね、他が強すぎんね。ボロエガンだけやられたかな。この骨あんまし強くなかったけど、まあしょうがないよね。能力値がね、ちょっとね。うまくいけばいけるかな。最初が全体攻撃なんですよね。最初が全体攻撃。ただな、ここら辺だもんな、やることがないんだよな。やるとしても途中撤退させるぐらいだよな。回復ポットとか置いて。ここもエリクサー常備だよね。ここら辺で、ここら辺がもうちょっと強いのがいればな。足止めできんのが欲しい。とりあえず今できる。できることはないかな。ベッド、愛の回転ベッド。もうボロエに恋人ができてもしょうがないんだけど、ここ微妙なんだよな。ボロエかボトコがね、どっちかで恋人できどっかに行ってくれれば一番ありがたい。あれ、ボトビンが病気になった。ああ、こんなのやってたからか。ねえ、病気になるとどうしようかな。とりあえずしょうがないな。とりあえずこのままぐるぐる回して、はいはいはい、子供たちが成長するの待ちましょう。はい、ガンガンいくよ。401で子供が生まれた。ここら辺だ、まだそう強くねえんだよな。幸せの木。はい。鉄アレトラックか。これとこれ、はい。満足満足。ここら辺がまだ強くなってないからな。あ、ここあれがないんだ。これがなかったか。お手柄ビオトープ。どれだ？お手軽ビオトープってなんだ？なんだろう。シンボルじゃないもんね。趣味でもないし、運動器具でもないし、本棚でもない、おしゃれでもない、装飾品。あった。このオバキューたちもな、まあ数で攻めるしかないからあれだけど、こういう感じでちょっとずつ強くなってもらうしかないな。思いのほかこの戦士たちが使えないんだよな。やっぱアンデッドか。ボロエぐらいの力でも十分戦えましたからね。やっぱこれぐらいの戦闘力が必要なのかもしれないですね。
403で子供が生まれた。まあ、ここら辺で対応できるでしょう。お、201。これか。ここもちょっと強くしましょうか。はい、ジンバル。はい、クローゼット。成長するたんびにあれですね。ガン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 。入れ替えていきましょう。おーおお。ここはここでまあ、よかったのか ?45 と50か。まあ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 、いいか。フェイク石壁が欲しい。それよりもこれ頑張ってもらって。で、今度ここに、50だから初期能力一応高いのかな。ちょっとはね。でも早いね。はいはいはい。201子供生まれました。早いね。いや、循環が早くてよろしいですね。ただまだ戦力的に厳しいかな。はい、ぐる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 回って。お金は有り余ってるよな。このレベルになるともうね。あともう、あれに勝てるだけの戦力を整えるっていうぐらいしかないっぽいですね。サンドバッグが欲しい。あれ、運動器具だな。運動器具だけど。何か捨てて、運動器具の。サンドバッグ。幸せの木が欲しい。まあ、安いから全然いいけど。みかん箱、みかん箱、鉄あれ。鉄あれ。木の本棚が欲しい。はいはいはい。ここもまだだな。402が成長。よし、ここも順調に成長してますね。で、愛人バルーンと、だから大福。早いね、やっぱね。404が成長。ちょっとずつ戦力整えていきましょう。愛人バルーンと、ここだから。いいね。このお金が尽きるまでになんとか戦力として整えたいな。はい。はい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 。いいよー。404早いね、これ次の。さーて。もう101が成長。もうお父さん用済みだね。愛人バルーンと、ここだから。こんなもんでしょう。すぐに恋人できるかな?あ、早いね。じゃあ、どん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 行きましょう。あとは、ここだからでしょう。ジャグジーが欲しい?しょうがねえな。お、304が昇進した。フェロモン香水が欲しいか。あげようじゃないか。木の本棚が欲しい。いろいろ願いを叶えてあげますけどね。家庭菜園セット。どれだ?家庭菜園セット。シンボルじゃないな。装飾品か?はい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 。さーて、なかなかボロエに次ぐ戦力の子が生まれないですね。ここは子供生まれたのか。まあ、本来ボロエさんを追い出さないと、さらに上の子ができないんですけどね。ここはちょっと特別です。愛着が湧いてしまったので、なんだかそれ以外でそれに近いだけの戦力をちょっと整えたいですね。303、恋人ができた。え?あ、303か。あれ?
これどういう状態だ？成人か。杯なんちゃら。これに恋人ができたってことは、これにはおさらばしてもらわないとまずいってことか。で、子宝があるでしょ？はい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 。さーて、冒険者接近中はまあ問題ないでしょう。はい。いけー、おら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 、オッケー、はい、殲滅。さーて、そろそろいいかな？もう一回挑戦してみる？早いか。十分な気もしなくもないけど、どうしよっかな。ここら辺をとりあえず、ベッドを全体的に、404で子供が生まれた。回復ベッドにしとくか。このエリクサー作戦はいいような気がするんだよね。あと最初の前半をどれだけ301成長。もうそれなりに強い子が出てきましたね。塗り絵が欲しい。塗り絵が、ちょっと待って。塗り絵。はいはい。だいぶ戦力整ってきたかな。もう、恋人ができたと。だから大福。50か。冒険者接近中。はいはいはい。OK。さーて、そろそろもう一回戦ってみる？戦略どうしよっかな。ここら辺そうでもないんだよね。ちょっと回復ポットいっぱい入れるか。ここら辺ね、回復ポットにして。戦闘中は使えないんだよな、でもな。だから、いらないんじゃないの？ここら辺をちょっと整えていこうか。あ、仕事に必要。マジですかい。仕事に必要じゃしょうがない。これはいらないかな。できればね、前半のここでなんとかね、クローゼットが欲しいならクローゼットにするけど、本棚は一体なしにして、これでなんとかね、第一段階をしのいでほしい。あとは、ここも欲しいんだよな。幸せの木をやめて、エリソーにしよう。こんな感じでいいかな。ちょっと次の夜待ちましょうか。302、ここか。成長したか。ここも回復ポットにしとくか。ここもエリソーにしとこう。さーて、ちょっとこれでですね、いざ152日目にしてメゾンド魔王再度やっていきたいなと思います。さーて、ここら辺エリソーいらないな。小出しにしていきますか。どうやって戦おうかな。最初の馬の状態が厄介なんだよな。一匹ずつ戦わせに行きたいな。304も成長。戦える人材が増えるのありがたい。
たよ。さて、この状態で何人が、ボロエさんいないじゃん。これね、まずはね、ここで挟む。これでいけるか。お、いいね、いい感じ、いい感じ、いい感じ。撤退して。ちょっときついな。やられたな。いいね、いいね。ボロエさんがちょうど来たね。はいはいはい。やばい、撤退。ぐちゃえ。いい感じに頑張ってますね。はい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 。で、次がね。はいはいはい。子供どこ逃げる気？よし。ここで頑張ってもらうぞ。男引け。次がここだ。で、挟め。いけ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 。いける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 。男さんがやられた。けれど、勇者を倒した。伝説の勇者を倒しました。世界を征服する時が来た。レッツ世界征服だ。お、なんか始まんのか。子供もいっぱいみんなバトル状態になってた。もうクエストなんもないですね。さあ、無事に伝説の勇者を倒しましたけれども。お、なんか書いてあったね、今。世界征服に行くところですと。はい、ちょっと早くね。おお、これ私ですね。管理人、魔王。すごい弱いんだけど。3の3の1の14。さあ、みんなで世界征服にしに行こう。ということで、はい。ということで、無事に世界征服に向かったようですね。あーで、いろんな戦いで死亡した住人たちのあれが乗るみたいですね。いやー、最初はね、ほんとね、もうわからないことだらけでしたけれども。まあ、後半だんだんちょっとずつ慣れてきてですね。まあ、結局アンデッド強いよとかね。この子たち使えなかったね、この、なんてだっけな、ケンタウロスみたいな子も。チャプーマンをオフ屋に追い出されたとか、全部かい。全部出てきますね。はい、ということで、どうしようかな、これ早送りした方がいいかな。まあ一応、まあ自分が、どんなことやってきたかっていうのがわかりますので、まあこれを見ながら、音楽聴いて、エンディングを聞いてくださいな。